おはようございます。今日は去年2019年に開催した動画撮影のワークショップというものがあって、今回はその一部、CM 制作の流れ、ワークフローを解説したパートを抜き出してお送りしたいと思います。動画広告だったり広告撮影に興味のある人は割と参考になるところが多いと思うんで、ぜひ最後までご覧ください。ちょっと自分の業界のことが一番詳しく話せるんでお話しすると、 CM ってどういうフローで作られてるのっていう話で、まあ制作開始しました。で、ディレクターがまず決まります。で、演出コンって書いて、でその後に、制作部がロケ地とかのリサーチしたりとか資料を作成したりでしてるうちに、じゃ あのメインスタッフを決めよう。メインスタッフって大体カメラマンで、照明、美術、録音、編集、ヘアメイク、スタイリスト、ここら辺を監督が指名して、まあ照明はカメラマンが指名するんですけど、でメインスタッフっていうのが決まって、で各自あの美術プランだったり衣装プランだったり撮影設計だったりっていうのを準備して、でその後に例えばカメラマンだったらカメラマンのチーフのアシスタントを決める、照明部だったら照明のアシスタントを決めるみたいな、主要スタッフからどんどん順番に決めていきます。外で撮影する場合はロケハンって言って、撮影場所の下見を必ずします。スタジオの場合はこれが省かれるんですけども、ロケハン終わったらオールスタッフって書いてあるんですけど、これはあのスタッフ全員集合して打ち合わせっていうのがあります。でここで大体撮影の細かなプランがみんなで共有して決まるっていう感じです。でここから本格的に動き出すって、まあ機材だったりとか美術の部材だったりとかの発注を進めていく。で、そのプランをクライアントに撮影に入る前に必ず確認を取るっていうのが PPM っていう打ち合わせがあるってことです。そこでクライアントに提案して問題なければ撮影に入るって感じです。で撮影に入る前にいきなり本番っていうことも CM だと割と少なくて、事前にリハーサルみたいな感じで準備をします。美術のセットを作ってできたら、カメラ入れてアングルをチェックして、でライティングをして本番想定のものを事前に確認して臨みます。まあ、割とそういう風土があるのは、本番当日に時間かかっちゃうとやばいっていうのがあって、多分日本は CM の出演者がほとんどタレントだから、あんまり拘束時間が設けられないっていうのが背景としてあると思うんですね。でそういった感じで撮影すると、今度はこちら編集で、オフラインっていう、作業があって、その後オンラインっていう作業があるんですけど、オフラインは何かっていうと、とりあえず絵の使いどころを全部決める、映像の構成をまず決めるっていう感じです。でこれで決めて、でクライアントにこの内容でいいか、この時はまだ映像のトーンとかはまだそんなに仕上がってない段階で構成だけを確認します。でその絵の構成が良かったら、これをグレーディングって言って、写真でいうレタッチをするってことですね。色を整えて、で終わるとオンラインっていう、ここからは例えば何かバレてるものを消したりだとか、 VFX エフェクト足したりとか、テロップ入れたりとか、最終的には仕上げの本編集といったりもしますね、っていうのをやって、並行して MA っていう音の調整とかもして、でそういったことをして、最終的にクライアント試写をして OK だったら納品ですっていう流れに。でこれがカメラマンっていうか撮影の観点から見た今のフローの整理なんですけども、案件が大体電話で来ます。空いてますか、誰々さんから指名でって言って、案件決まると主要スタッフを頼みますと。1週間あって、1週間の間に僕は自分のアシスタントを手配して、ライティングディレクターとか、あとはカラリストとか特技部とかが誰がいいかっていうのを当たりつけて予約しておきます。でロケハンに行きます。でロケハンに行って会場の下見して、実際ここで想定するアングルを全部切って、でそのロケハンの結果をもとにオールスタッフ打ちっていうのをやります。でここであの監督と制作部と各部のスタッフでみんなで問題点を洗い出して、でどういうプランで進めるかっていうのを決めます。そこであのプランが決まると、ここから機材頼むっていう作業に入って、チーフアシスタント以下のアシスタントも発注していくみたいな感じになります。広告撮影って機材って大体機材レンタル屋さんに頼むのがもう通例なんです。8割9割方そうなってます。で大体2週間ぐらい空いて、
で、そこから本番になっていくんですけども、一応本番の前に基礎チェックっていうのをやるんですね。毎回同じ機材でやらないんで、レンタル品での組み合わせでやるんで、不備がある場合が多いんで、これは必ずやんないと撮影で事故っちゃうっていうこと。これは機材チェックっていうのを必ずやって撮影に臨むっていうことになります。で、お金の話すると、撮影より1週間前まではキャンセル料かからないっていうルールでやってて、そこからキャンセルされると発生するっていう感じになってますね。で、撮影すると、まあ、さっきやったようにアングルをチェックしてライティングして、撮影に臨みますと。当日いきなり言われても、例えば美術の壁をこっちにしてくれとか、そういったことって直すのにじゃあ2時間かかりますっていうのを撮影の当日に起こらないように前日にやってるってことですね。ライティングとか撮影当日はもう本当にそれで前日決めた通りに効率的に撮影をこなしていくっていう感じで、だいたいワンパート取るごとにクライアントさんの確認を取りながらどんどん進めていきます。で、終わると今度は1週間ぐらい、ここら辺、ここの間に編集をしてるんですけども、それで OK が出ると、レタッチの作業、カラーグレーディングっていう作業になります。で、自分が指名したカラーリストで、編集のスタジオで、実際はそのカラーリストが手を動かしてもらって、こっちが指示して、色を調整していくっていう。まあ、別にノートパソコンでもできるんで、自分でもできるはできるんですけど、ちょっとアウトソースした方が色々と便利なんで、外注することが多いですね。昔はフィルムで撮ってた時は現像っていう作業があったんで、それがこれに当たるんですよね。現像する時に色を調整してビデオに落とすっていうことをしてて、それをテレシネって言ってて、その名残で今もそういう習慣になってる感じですね。で、一応カメラマンの仕事としてはそこで作業は終わりなんで、ここからはギャラ交渉できるってことなんですけども、割とどんぶりでギャラ設定してる人たちが多いんで、相場っていうのがあんまないんですよね。その人がいくらつったらいくらみたいなっていうこともあるんで、割と値切られますって感じですね。はい。でもアシスタントはきっちり規定があって、後で紹介するんですけども、割とそれ通りに払われるっていう感じですね。完成したら、完パケのデータをもらって、そこから初めて SNS 発信ができるっていう感じですね。それを自分のリールに入れたりすると。だいたい1本の作品やると、ここまでがフローとしてはありますって感じですね。グレーディング終わるまで1ヶ月ぐらいっていう感じですね。